はい。今回はですね、小室圭さんのですね、アメリカ、ニューヨークでの就職先に記載されているですね、経歴とスキルがですね、嘘だと、小室圭さんの元勤務先の三菱 UFJ 銀行関係者が、証言をしておりまして、元勤務先からもですね、経歴詐称扱いされていますので、こちらの件についてですね、お話ししていきたいと思います。元職場にまでですね、迷惑をかける小室圭さんですけども、まあ、どれだけ人に迷惑かければ気が済むのでしょうか。まずですね、この問題になっているですね、プロフィールがこちらです。こちらのローエンスタインサンドラーというですね、小室圭さんの就職先のホームページになるんですけども、こちらにですね、小室圭さんのですね、プロフィールページがありまして、下にですね、このバイオって書かれてますけども、ここにですね、これまでの小室圭さんのですね、経歴ですとかスキルっていうのがですね、こちらに書かれていますと。まあ、こちらのスキル、経歴ですけども、まあ、言ってみればですね、自分こんなスキルがありますので、法律の専門家としてこの分野でお手伝いできますよっていうようなですね、アピールの場にもなってるわけですよね。そんなアピールの場でですね、嘘ばかり書くのは母親と同じくですね、詐欺疑惑を持たれてしまうので、やめた方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、具体的にですね、どのような内容が書かれているのか、まあ、これ以前の動画でもですね、少し触れましたけども、今回の記事の中にもですね、記載がありましたので、記事を読みながらですね、お話ししていきたいと思います。はい。今回の記事がですね、こちらですね、小室圭さん就職先のプロフィールで、早速、誇大広告、三菱 UFJ 銀行関係者は経歴に違和感というのでですね、こちら、デイリー新潮の記事をもとにですね、お話ししていきたいと思います。こちらですね、就職先のプロフィールの内容はっていうのでですね、結婚反対の声はなお根強く、眞子さまは1年以上前からおよそ1億4000万円とされる一時金について受け取らない意向を示してこられた。とはいえ、眞子さまには皇族費を積み立てた預貯金が1億円ほどあるとみられ、当面は物価高のニューヨークでもやり取りする算段が立っている。さらに先日、小室さんの就職先が明らかになったっていうのでですね、個人的にはですね、この預貯金のですね、1億円もですね、まあ、元をたどれば国民の税金なわけで、いくら眞子さまがですね、貯めていたとはいえ、それをですね、小室圭さんとの生活費に使われるっていうのはですね、まあ、いくらなんでもちょっとなんか違和感があるなというふうに思ってしまいますね。しかもですね、これ29歳で1億円も貯まってるわけですよね。普通の一般の人の感覚だと、20代で1億円も貯められないじゃないですか。それがですね、こう簡単にも1億円が渡ってしまう。ちょっとやっぱり贅沢させすぎなんじゃないかなというところがやっぱあるかなというふうに個人的には思ってますね。はい。まあ、このあたりはなんか今後、やっぱり、国民が炎上するきっかけにもなるので、こういうところって、こういうところはちょっと改善していただきたいなというふうに思いますね。はい。ニューヨークをはじめ、全米に5つの事務所を置き、350人以上の弁護士を有する。ローエンスタインサンドラーという法律事務所です。とは現地在住のジャーナリストである。マンハッタンのセントラルパークの南側、ミッドタウンに位置し、ホームページによれば、特にテクノロジー、生命科学、投資ファンドの分野に強みを有していますとあります。すでに小室さんのプロフィールも紹介されており、まだ司法試験には合格していないため、肩書きはロークラーク、法務事務で、法人部門、テクノロジーグループに在籍されています。また、職歴欄には、K は起業家や投資家に対し、ベンチャーキャピタルによる資金調達、M&A、事業体創設、及び一般的な企業法務事項に関してアドバイスを提供しています。とも記されているっていうのでですね。まあ、国内の銀行に2年間ですよね。新人社員としてですね、こう入行しているので、まあ、研修の時間っていうのもかなり多かったと思いますけども、まあ、実務経験なんてですね、まあ、1年ちょっとくらいしかないんじゃないかなと思いますけどね。さらにですね、その後の法律事務所でも2年間、こんな人にですね、こんなですね、もうなんか起業家と投資家と一緒にもうディスカッションできるようなレベル、こんな専門知識について話ができるようなスキル、あるとは思えないですね。話ができるどころか、だってアドバイスまでするって言ってるんですよ。アドバイスできるような本当に立場でスキルがあるのか、かなり怪しいと思いますけどね。まあ、お客さん側はですね、もう結局自分で考えた方が早いわっていうふうにですね、思うぐらいのスキルじゃないですかね。
まあ、できたとしても、まあ、小室圭さんがお客さんの窓口になってですね、裏にいるスキルのある、こう、社員代わりに提案を考えてもらって、あたかも自分の提案のように、こう、見せかける。そのぐらいのことしかできないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、もっと言うとですね、客寄せパンダにしかならないんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。早速、古代広告っていうのでですね、プロフィールには続けて、東京では法律事務所と、外国為替銀行での職務経験を有し、後者においては公認証券外務員として融資及び外国為替サービスを提供するほか、日本以外の国籍の法人顧客向けの財務分析作成に従事していました。ともあるのだが、2014年7月から2016年4月まで小室さんが勤務していた三菱 UFJ 銀行の関係者は、ここからですね、関係者、本当に一緒に小室さんが働いてた会社の意見ですね。外国為替銀行という紹介は違和感を覚えます。嘘つくなということですね。そう指摘しながら、母体の一つである東京銀行が外国為替専門銀行だったのは間違いありませんが、彼が入社した当時は、すでに三菱東京 UFJ でした。この紹介文は海外とのやり取りにも慣れてますという彼なりのアピールではないでしょうか。また業務内容についても、実際に彼は丸の内支店で法人営業を担当し、日本企業の海外支社と英語でやり取りもしたでしょうが、基本的に入社2年目から3年目まではほとんどが補助的業務。これではまるで自分一人で仕事を進めていたかのような印象を受けてしまいます。先々、同事務所で弁護士として働き始めれば、1年目の年収は2000万円を超すと見られる。プリンセスの後押しがあるとはいえ、生き馬の目を抜くニューヨークの放送会でデビューするには、古代広告もやむなしということかっていうのでですね。まあ、第2のショーン・ケイの誕生ですよ。まあ、ちょうど K ですしね。まあ、もしかしたら小室佳代さん、それを知ってて K にしたんですかね。こういうところはですね、ちょっとやっぱり母親譲りなんでしょうね。まあ、関係者の方がですね、こう証言してくれていますけども、ほとんどがやっぱり補助的業務で、そこまでですね、専門知識なんて持ち合わせていないでしょうし、まあ、海外慣れてますっていうようなアピールもですね、法人営業担当であれば、まあ、たまに海外とのやり取りがあったとしても、まあ、それにたまにですし、かつ、まあ、補助的業務の中で、海外支店の対応をするわけで、まあ、それほど日々の業務の中でですね、もう毎回海外とのやり取りが発生してるわけでもないですし、そういったことになれるっていうことも難しいと思うんですよね。それであれば、まあ、海外担当とかの部署でやってるはずですし、1位法人営業担当、しかも1位この補助的業務をやってる新人社員がですね、海外支店対応をバリバリやってますなんて、無理だと思うんですよね。業務のほとんどはですね、国内だけだと思いますけども、そんな状況でですね、もう専門知識ありますと、海外のやり取りも慣れてますと、これはさすがにですね、仕事を発注した側が知ったらですね、まあ、騙されたというふうになる可能性非常に高いんじゃないでしょうかね。まあ、UFJ 銀行の方々もですね、嘘つくなと、鼻で笑ってるんじゃないですかね。まあ、2年目で辞めてこんなスキルあるわけないだろうと、バカにすんじゃねえと。実務経験なんて1年ちょっと しかないやつがですね、偉そうに言うんじゃねえと、まあ銀行の仕事なめんなっていう風にですね、僕が持った職場の方だったら思いますけどね。お前出されて辞めたんだろうっていうこと思いますよ。まあアメリカに留学する際にはですね、こうビザを取得するために、見せかけの貯金を使ってですね、まあそして卒業したかと思えばですね、就職先ではですね、見せかけのスキルを使って、もう人生の節目節目でですね、騙し騙しこうやって生きてきたらですね、もうろくなスキル持った人間にならないと思いますけどね。まあこれはもう母親と同じ人生を歩む可能性が非常に高いような気がしてきてますけども、まあ同じようにならないようにですね、まあもうちょっとですね、正直に生きていただきたいなというふうには思いますよね。はい。皆さんはですね、こういった小室圭さんのですね、この古代広告について皆さんどのようなご意見お持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄で、コメントいただけると嬉しいです。それからですね、こういった面白いニュースあればですね、またどんどん、取り上げていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、ツイッター、インスタグラムもやってます。こちらですね、概要欄にアカウント載せてますので、ぜひですね、フォローいただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。